静かなる防衛の時間です。今日は安全保障委員会での出雲型護衛艦の運用を議論、いわや防衛大臣の所見に注目が集まる。6月6日に安全保障委員会が行われました。そこで議論された内容についてお話ししていきます。今回の出雲改修は中途半端でないのか、また空母としての十分な機能を持ち得ないのではないか。第2に、今回の改修によってストブル機が運用できるようになると他の大事な役割、任務果たすことができなくなるのではないか。出雲型が作られた目的である対潜水艦哨戒任務などがおろそかになる。3、出雲改修どのようなプロセスで決まったか。どれもなんか期待しているような感じはします。それで中途半端、2、ストブル機、3、プロセス、いわゆる防衛大臣は今までの出雲型を今までの役割を維持しつつ、ストブル機を運用できる護衛艦に改修するということです。甲板を甲板を F-35 が耐えれるぐらいの甲板にする。という改修が見込まれています。今までの役割は対潜水艦、哨戒活動機能、次は災害時の輸送機能、次に指揮、海上での指揮を取る、もう一つが医療船。こう振り返ってみると出雲型には結構大事な役割が詰め込まれています。大型になるのがよくわかる。で、今回のこの議論ですが、中国に対しての防衛、力なのかという質問もありましたが、そうではなく、
一国だけでない、全体の防衛力強化です。中途半端というよりも機能向上、ですね。もう一つ踏み込んだ護衛艦になる。で、ストプル機の運用で今までの哨戒活動ができなくなるという話もありますが、そうではなく、同時に行う、ことができるように、訓練するんですよね。ストブル機 F-35B が導入されれば、この出雲だけに着艦するわけでなく、今まで使われていない短い滑走路での運用もできるんです。セスナ機が離着陸するような空港でも、この F-35B が展開できる。もっと幅が広がるということです。で、出雲や加賀にだけ着陸するんじゃなく、小さな離島でも展開できる、そういう大きなビジョンの中進んでいます。出雲型が回収されるプロセスは、今後日本もやはり離島の多い国です。離島を守るために、このストブル機を導入して防衛力強化で、この護衛艦が、出雲型護衛艦が作られた時には、 F-35B はまだ開発段階でした。ですが、今 F-35B が本格的に任務に就く時代です。新しい時代になっています。この戦闘機の発展によって、出雲を効率的に使う、その発想が生まれてきたのがプロセスです。無理やり空母にするわけでなく、日本を戦略的に守るために F-35B を導入し、42機導入し、出雲や加賀を回収する。将来的に、あと2隻出雲型を超える次の護衛艦が必要になってくるでしょう。
自分の考えとしては、ワスプ級みたいな、強襲揚陸艦が必要かなとも思いますが、するとやはり人員が必要になってきます。自衛隊も人手不足なので、この辺りはやはり出雲型のもうワンランク大きな護衛艦がいいのかなと推進しています。やはり対潜水艦能力に優れている護衛艦は必要です。海が多いので、日本の潜水艦能力も世界一だと言われていますが、それを探す能力も世界一でなければありません。その機能を補っているのが出雲型。出雲型にはいろんな役割があって、今後期待される護衛艦となるでしょう。今日のご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。